はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、目のたるみがなくなって目がパッチリする方法についてお伝えしたいと思います。これもすごいビフォーアフターいっぱいありますよね。はい、いっぱいありますね、はい、写真載せておきます。はい、ありがとうございます。これ本当にもうケアだけでこんなにケアだけで目がパチッとしますので、これはもう神経にも関係してるんですけども、とにかく筋肉を緩めてあげると目はパッチリ開きます。できちゃったたるみとかシワも良くなる、良くなったりしますので、はい、めちゃくちゃ簡単ですから、今日めちゃめちゃ簡単バージョンについてお伝えしたいと思います。ありがとうございます。ではですね、目をパッチリさせるにはどうしたらいいかって話になるんですけども、目のここ端、ここの眉尻をこう持ちます。眉尻を持って、まあここ2本指か 3本指でこうトン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 ですね。もうこれだけです。これで目が大きい。目を上を向けて大きく見開いて、眉尻をちょっとだけ上げて、ずっとここのエラをトン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 、できるだけ弱くです。このめちゃくちゃ弱く、皮膚がへこまないぐらいの弱さでずっとやって、ここに振動が届くのを感じる。で深呼吸で、またトン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 30回ぐらいかな。もう本当に軽くしていただければ OK です。でこれだけですね。そうすると目開いたまんまになりますので。ともう一つですね、こう開いたら持ってるつもりでもう一回トン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 で上向いて、ここで面白いのは意識っていうのはつながるようにできているので、その感覚でやり続ければ、それだけで抑えてるのと同じ効果があるんですね。目がキリします。私視界とかもすごい、視界も、もう全然左右でこれぐらい違います今、視界が左右、こっちはこれぐらい違います。視野が前向いた状態でここ今見えるんですけども、こっちがこれぐらいしか見えません。上に関しても上向いてもらうと、こっちはここまで見える、こっちはもうここまでしか見えない、ですね。視野までこんなに変わるんですね。めちゃくちゃ変わります。これなんで変わるんですか。ですね、筋肉の端っこここですね、ここはですね、後筋の端っこなんですけども、筋肉を緩めるゴルジケン器官っていうのは、これは解剖の方に載ってるんですけども、みんなね、やらないんですよ。生理学の解剖にも書いてあるのに、ゴルジケン器官を刺激すれば筋肉は緩むんです。そして筋肉の中央部にはですね、ナマコと一緒で刺激を与えればキュッと筋肉収縮するようになってる。で筋肉の収縮が老化です、老化や疲労です。なので老けた顔になるのは筋肉が収縮してるから、疲れたら皆さんちょっと老けますよね。それはなぜかっていうと筋収縮が起こってるから、何か疲れたらっていうことは筋収縮が起こってしまってるっていう状態になりますので、それは元気にしてあげればいいんです。で元気にするには筋肉を緩めればいい、緩めるには筋肉の端を揺らす。でここですね、あと筋肉の上、まずここで咀嚼筋が緩む。咀嚼筋の周りのこの眼輪筋は咀嚼筋の影響を受けやすいです。じゃあ咀嚼筋が緩むは咀嚼筋も緩む。ともう一つがここの側頭筋も今触ってます。ここの上は側頭筋の端でもあるので、これをずっとトン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 ってやって、それを揺れを伝えさせるとここに刺激が加わるっていう感じ。意識すると実は筋肉っていうのは反応しやすくなりますので、意識したままトン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 ってして弱い力でずっとやってあげれば、ここがずっと目線がね広がって目がすごく軽くなって、すごくこっちだけ明るい状態になってる状態ですね。こっちもやってみますね。こっちの方も眉尻をちょっとだけこうグッと引っ張っちゃダメですよ。引っ張ると筋肉は引っ張り返しちゃいますので、皮膚が軽く動くところで止める。止めてこの状態でトントンと、で後でやった方が反応が早いし、今軽くトントンやっただけでここめちゃくちゃ感じるんですよ。どんな感覚で、もうなんか揺らされてる感じ、振動が伝わりますね。本当に糸電話みたいな感じですごい伝わりますんで、そうしたら今度は外してもトン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 って伝わるのを感じてあげると、まあ、ある程度筋肉緩んでますので伝わりやすくなってるんですよ。伝わりやすくなったところで同じ揺れを伝えてあげると、ずっとそこで振動するので、そうするとますます目線が明るくなって、ぐっと見開いたわけじゃなくても開いた状態になりますので、これ本当に疲れた時とかやっていただくと頭もすっきりしますし、目もすごい明るくなりますから、すぐ結果が出ますからね。皆さんコツはとにかくこっちもこっちも弱くです。とにかく弱く、思ってるよりもだいぶ弱くです。本当に糸電話程度だと思ってください。そうすると本当にちっちゃい振動が伝わることによって、それがバーンと広がっていきますので、それによって目っていうのは、上を向くことによって動眼神経って言って、これもリラックスの神経になりますから、
ぜひ皆さんもやってみてください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね、ご意見やご感想などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。そしてですね、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですね、LINE の方でですね、皆さんに特別なお知らせをしたり、これ登録していただいた方にはお医者さんも知らないリンパの教科書をですねプレゼントいたしますので、受け取ってない方はぜひ受け取ってください。